まりました。ポケモントーナメント任天堂カップスーパーボール、熱い声援に迎えられ、今バトル開始です。バトルに観客の興奮も大いに高まっております。セミタックル、よーし、ヒット。ここでノックアウト。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでハリーセンの登場だ。さあ激しいバトルです。激しい攻撃、弱点をついた。さあこれは、おっと毒を食らった。白熱したバトルが続いております。ここで地震攻撃、狙い的中。崩れ落ちた。さあ一方的な試合が展開されております。ここでモンジャラの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。おっと変身した。さあ対するは、いい当たり。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこの場面で当たった。まずまずのダメージ。ここで地震攻撃、よし。ここでダウンです。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでキングラーの登場だ。さあ熱いバトルが展開されております。
攻撃。おっと、これは外れ。これはどうだ。ヒット、いい感じです。白熱したバトルが続いております。ここで一発、効果は抜群だ。ああ、今度はいい当たり。おっと、持ちこたえました。さあ、熱戦が続いております。ここでポケモンをチェンジです。ここでスターミーの登場だ。今は相手が弱っています。これはチャンスです。さあ、これは効果は今一つのようです。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここでサイコキネシス、よし、当たった。ここでノックアウト。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでアリアドスの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。決めの一撃が確実。これで勝者決定です。ここで試合終了。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。おっと、持っていた道具を使いました。当たった。まずまずのダメージ。鋭い攻撃、重いヒット。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでブーバーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。強い攻撃、ヒット、いい感じです。ここで地震攻撃、これは有効だ。なんと一発の攻撃でダウンだ。さあ、一方的な試合が展開されております。マグカルゴの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。さあ、一気に当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。